からジェットソングお送りしました。今度またこういう企画やるときはもうウエストサイドストーリーって言った私は来るの。あ、そうですね。ボーイ、ボーイ、クレイジー、ボーイ。そうそうそう。行くボーイ、じゃんってことで、はぁーって思ったの、10代の頃。しびれた記憶。大阪で、はい、大阪の映画館で見たとき。それこそ覚えておきます、うん。はい。さて、そんな映画音楽スペシャルを乗り越えてですね、はい、その他のトピックスを7月、8月編で言うとですね、はい、ラスベガスで見た女性の豊満なバスト。あー。アゴさんがちょうどラスベガスから帰ってきて、ね。あれでしょ、ライブをご覧になったアーティストですか？リスキー・ザ・アイスコー・ブルーノ・マーズ。ブルーノ・マーズ入った時ですね。そうです。ブルーノ・マーズですね、多分。アッコさんがそのブルーノ・マーズではなくて。え？あ、違った。いや、そうなんです。けど、アッコさんがその時番組で話したワードは、はい。バスト・豊満のお客さんがいらした。はい。それを、ラーメンの丼二つっていうふうに例えられる、うんうん。それがすごく印象的に残ってます、ね。二列目だったんですよ、はい、前から。はい。それで、もうみんなスマホで撮ってたし、でブルーノマズもそんなに大きくないからスマホを上に上げなきゃいけないんだけど、一列目がほとんど女子で、はい、なんていうの、もう本当にミニで、はいはい、胸も、え、変な話、ブレザーしてんのっていうぐらい、はい、何よ、ブルーノマズに半分見せんじゃないのっていうぐらい生地少ないですね。それでさ、みんな撮ってるから私もあ、いいやと思って回したら女の子がダンスするからさ、なんていうの、ブルーノマズが取れずに、取れずに女の子のおっぱいばっかり、これ変に取られるなと思って、いや変に取ら、変に思われる、思われちゃいけないなと思って、すごいなと思って、ラーメンの丼2つと、そうそう、すごかったあれは、うん、あとですね、アッコさんのエピソードではいろんな、まあ、マネージャーさんのことやっぱ M マネージャーと言ったり、うん、N 取締役ってやっぱり配慮しながら喋るじゃないですか、はいはい、それで配慮しすぎて、うん、佐藤のご飯のことを、うん、S のご飯と、YouTube 再生回数2000万回、ね、はい、達成目前の時にリスナーの皆さんぜひ、YouTube 見てくださいと呼びかけたのもこの時でした、はい、本当ですね。そしてもちろん無事に再生回数は2000万回を突破したということで、はい、こちらの曲です、はい、和田アキ子、夜な夜なダンス。